はい、どうもよっこらしょクッキングの山さんです。ということで今回なんですけど、見てください、この美しい輝きを放っているのは何でしょうか。そうなんですよ、買っちゃいました、卵焼き器ですねこれあのね、大きさがね21センチなんですよ。かなり大きめのやつですね。普通のやつやったら半分ぐらいちゃいますかね。よくね、市場とか行ったらお店がね、卵焼きよく提供してて販売してね、作ってる様子とかも動画でもよくね見られるんですけど、もうそのまんまのやつです。買っちゃいました。今回はこの新しいね、銅のフライパン使ってだし巻き卵を作りたいと思います。とりあえずね、油ならしは終わったんですよ。なので今からね、火をつけて油塗っていつも通り焼いていきたいと思うんですけど、ちょっとうまくならないかもしれないんですけど、ご了承ください。それではね、作っていきたいと思います。こういうフライパンってね、強火はダメなんですって。中火ぐらいがいいらしいです。で、空だけはダメなんで、すぐ油塗ります。この縁もね、塗っていこう。とりあえず、心配なんでね。まあ、ここまで卵くることないと思うねんけど。綺麗やな、でもこれ。見てるだけで綺麗。卵はね、3つ使います。味付けはね、塩少々と、白だし、小さじ2と、水、大さじ3使ってます。さあ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 。緊張するなぁ。このネジもね、ここ、さっきね、クリ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 ってやったんですよ。でもね、ちょっとなぁ、遊びがあるから心配やねんけどななんか奥まで差し切れてなかったのかな。結構押したつもりなんですけどね。で、卵落としてね、プッと固まったらいい感じなんですけど、センサーが反応するんでね、どれぐらいでちょうどいいんかわかんないんですけど、多分ね、熱がね結構通りやすいからね、すぐ反応するんだと思います。そして作っていきましょう。お、いい感じ。おー、すごいな。とりあえず入れていこう。大きいんでね、どれぐらいでやっていいかわかんないんですけど、とりあえず薄く伸ばしていきます。お、なんかね、すごいね、熱の通り方がいい感じ。うん、いい感じだね。で、こんな感じで、これくるっと巻いていきましょう。はじめやっぱね、つきやすいと思う。うん、これ返すときどうすんやろな。結構大きいんでね、まあ、熱がすぐ通りやすい。これは大きすぎるな。熱がすぐ通りますね。これはどうしよう。こんな感じで、あ、こんな感じでも巻いてもいけそうやな。ちょっと油ね、塗りましょう。こんな感じで。端っこは思った以上につかへんな。おお、かなり滑らかに滑っていくな。おお、かなりいいですね。卵3つがちょうどいいぐらいかな。これ返されへんのか、どうしたんやろ。ちょっとヘラ使おうか。ヘラないわ。よいしょよいしょ。
これな、ちょっとまずいですね。よいしょ。おお、なかなかダイレクトな仕上がりになってますね。まあ形はね崩れても最終的に整えたらいいと思ってるんで、もうちょっと平べったいやつは良かったのかな。これ卵見ちゃ足りへんな。あっちまんできましたね。お、いって、おお、いって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 、ちょっと持ち上げていけそうやな。おお、いけたいけた、おお。まあまあまあ、なんとか。ちょっと事故はありましたけど。あ、すごい、うわ、滑る滑る。すごいな。かなりいい感じやな。これは練習がいるね。お、いいね。まあ固めたらまあいけそうやな、うまいこと。よし、できましたね。これは練習がいりますね、東君ね。できればな、平べったいこうなんか長いやつが良かったんやけど、まあまあでもこれでも熱のね通り方がちょっとレベチやね。すごい。うん、ちょっと置きましょうか。これはなかなかやな。すごい仕上がりだったな。よいしょ。まあ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 、初めてにしては良かったんかなとは思うんですけど、細長ない細長ない、これいける？細長いな。だからね、すぐひっくり返した方がいいかもしれへん。断面は、あ、まあ、断面ちょっとパサついて出る感はあるから、もうちょっと早めにひっくり返した方がいいかもしれへんね。うん、ちょっと食べてみますね。これ食感がまずかったらダメなんでね。あ、でも、うんうんうん、焦げついてはないから全然問題ないかな。いただきます。あ、あこ、めちゃくちゃうまい。びっくりした。何これ、うま。これはいいですね。うん、はい、作り終わったんですけどね、結果的にねすごくいいですね。うん、手入れとしてはね、あとはね、あの洗い流すだけです。洗剤を使わずにここのところねを水で洗うだけですね。あと油を塗って終わりなのかな。はい、ちょっと今洗い終わったんですけど、ちょっと火つけてここら辺をね乾かしていきます。ちょっと心配なんでね、ここら辺もちょっと拭き取りますわ。なかなか面白かったなぁ。でね、むずい。うん、でかすぎるから、ここはね、もう職人さんの腕が素晴らしいということがね、わかりました。ただ、卵ね、むっちゃ使わなあかんわ、これ。そこはちょっと問題なんですよね。で、油塗って、油ならせて終わりましょうか、これでね。塗っといて、ちょっと伸ばすと。いや、これはなかなかのレベルですね、これは。よっしゃ。あとはこれで
冷まして置いとくだけと。いやーでもあの滑り具合は最高やったな。 OK、 これで終わりやな。はい、これで終わりましたね。おっしゃー。はい、今回はね、新しく買いました銅の卵焼き器なんですけど、まあまあまあ素人が初めてやったらなかなか大変でした。だからある程度ね、作り慣れしてないと難しいと思いますけど、かなりいい経験で面白いです。はい、もしよかったら買ってみてください。はい、今回はねこれで終わりたいと思います。高評価よろしくお願いします。それではまたです。